はい、よろしくお願いします。今回は中学校2年生の教科書2章テスト対策やっていきます。で、今回は問題演習2問ですね、やっていきますので、まずここで1回動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に、わかんないのとか、ちょっと不安なのがあれば、今からね、自分が両方解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？では、早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まず1番は、連立方程式が書いてあります。で、答えも書いてあります。x が3、y がマイナス1って。で、その時に、AB、これね、連立方程式の中に、XY と AB っていう文字が4つ使われてるんですけど、その時に AB の値を求めなさいという問題です。で、これもやり方すごくシンプルです。どうやるかっていうと、答えが書いてあるんですよ。X が3、Y がマイナス1って。じゃあ、その数字代入しちゃおうぜってまず。つまり、X のとこに3、Y のとこにマイナス1を入れて書き直すと、ここ3でしょ？つまり A3 ではなくって、3A ですね、まず。で、マイナス1を入れると、マイナス B イコールマイナス11になります。で、下も同様ですね。X が3だから 3B。じゃあ A から書きたいんで、こっち行こうか。Y に入れると、マイナス1かけるから A になる。A。で、プラス 3B イコール13と。で、こうなると、XY は消えるので、A と B だけになるよね。つまり、A と B に関する連立方程式にしてしまって、あとは普通に解くだけなんです、これ。いいかな？だからこれで解くと。で、どうしよっか。じゃ、上に3かけて B 合わせに行きましょうか。いつもね、左側の文字ばっかり合わせてしまうんで、癖で。じゃあ、上に3かけると、QA-3B イコールマイナス33。下はそのまま行きます。で、これは足し算か。そうすると 10A で B が消えて、こっちがマイナス20、両辺10で割ると A イコールマイナス2とこうなります。で、この A イコールマイナス2はどっちでもいいんでね、式に代入すると、これはどうしよう、下の方が楽かな。じゃあ下に入れます。ここにマイナス2を代入して、こっち行こうか。入れると、マイナス2プラス 3B イコール13。これ、こっちに持ってきて加えると15ですね。つまり 3B イコール15になるから、両辺3で割ると B イコール5。つまり、ちょっと縦に書きますね。A イコールマイナス2、B イコール5と。これが答えになります。やることすごいシンプルですよね。答えが書いてあるんだから入れちゃいなよっていうだけなので、いいかな、こんな感じでやってみてください。で、2番ですね。ちょっと癖があるのが2番。2番は、まず連立方程式書いてあります。で、こいつの解、つまり答えね。答えの X と Y を入れ替えると、こいつの答えになると。じゃあその時 A と B 求めてくださいっていう問題です。で、これはですね、もし、今見てくれてるみんなで時間を許すんだったら、本編の方、このテスト対策シリーズではなくて、普通の中2の数学ね、本編の中学校2年生、ここに書いようか。中2の19の動画の3番ですね。これをね、ちょっと一緒に確認してもらえるとありがたいんですけど、この3番どんな問題かっていうと、2つ。連立方程式書いてあります。それ同じなんです。書いてあって、それの答えが同じ時っていう。今回入れ替えたら同じでしょ？じゃなくて同じ時。どういうふうに、A と B の値を求めなさいっていう問題があるのね。で、まあ、それと似てるんですが、これどうやるかっていうと、ちゃんとしたやり方。ちゃんとしたやり方をするんだったら、まずこっち。まあ、X はありますよね。答えを文字を使って置くんです。もし途中式を書くんだったら。で、AB ちょっと使ってしまってるので、じゃあ S と T でしようか。こっちの答えを X イコール S、Y イコール T と置きます。そうすると、こいつ、右側の答えは当然逆になるんで、X イコール T、Y イコール S って入れ替わりますよね。答えが逆になるから。こっちの答えがこれ。こっちがこれね。で、それぞれの XY、こっちに S と T を代入する。で、こっちに T と S を代入します。そうすると、それぞれが S と T だけの式になるので、で、そこから勝負する。で、どう勝負するかっていうと、まず、あれか、後で説明するね、そこはね。まあ、そうやってやっていく。本当のやり方はね。ただ、もし、途中式を書かなくて済むんだったら、結局、本当は文字置くんだよ。間に挟んだ方がいいんですけど、
こっちの答えが X と Y ね、X と Y って分かってたら、こっち入れ替えるんだから、じゃあ X のとこに Y を入れて Y のとこに X 入れちゃえばいいじゃんって、入れ替えるわけだからねってやっちゃっても OK だよ。それでも計算で答えは出てくる絶対に。だから書き直すと、こっちはねそのまんまだから 3X プラス 4Y イコール2と AX プラス BY イコール1と、こっちそのままね。で、あっちは入れ替えます。で、入れ替えると、これね、頑張るね。3y 足す x になるから、書き直そう。x 足す 3y イコールマイナス1と、マイナス bx プラス ay か。イコール1と。こうなるんです。で、結局、入れ替えて書き直したから、今どういう状態かって言ったら、こいつとこいつの答え同じになるんですよね。入れ替えても書き直してるから答え同じになるの。つまり、さっき言った、この本編の19の丸3と全く同じ問題に変わるんです。こいつとこいつの答えが同じ時に AB 求めるだからね。じゃあどう求めるかっていうと、今4つ式がありますよね。こいつら全部答えが一緒なので、今組み合わせがこうニコニコになってますけど、好きなとこから1個ずつ取ってきちゃって大丈夫なんです。それで計算しても答え同じになるから。で、どこ持ってくるかっていうと、AB が入ってない、こいつと、こいつです。AB 入ってないからね。この二つを使って答えを出しちゃいます、まず。で、これとこれ、連立していくと、じゃ下に3かけますね。そうすると、上はそのままかけます。3X プラス 4Y イコール2。下に3かけると、3X プラス 9Y イコールマイナス3。X 消したいから引く、マイナス 5y イコール5、つまり y イコールマイナス1となります。で、それを、じゃあここに入れようか。ちょっと暗算でごめんね。ここは y にマイナス1入れるとマイナス3です。こっち持ってくることによって x イコール2になります。だから、まあこいつもこっちも答え同じなんで、 x が2、 y イコールマイナス1は分かりました。でも今出したいのは ab なんです。じゃあどうするって。これはもう本編のあっちと同じなんですけど、残った AB を使ってるこいつとこいつの X と Y に2とマイナス1を代入して書き直します。そうすると、2A、間違えたくないね。マイナス B イコール1だね。こっち、代入すると。で、こっちに入れると、A からいきたいね。マイナス A か。マイナス A、マイナス 2B。2B イコール1と。この連立方程式になりました。で、あれを解けば A と B が出てくるので、それで終了という風になります。で、どうしよっかな。うん、A 合わせよっか。じゃあ下に2かけますね。これね、多分、いや、いけるな。入るね。下に2かけると、こうなって、また合ってる？大丈夫？マイナス 2A マイナス 4B イコール2足します。マイナス 5B イコール3。おろ俺分数、あ、分数でいいんだ、俺合ってる。で、これ両辺マイナス5で割ると B イコールマイナス5分の3となります。いいか、入ってるよね。 OKOK。 で、あと A ですね。で、マイナス5分の3をどっちでるか代入します。これどっちがいいだろう。下？下？まあ、どっちでもいいけど。まあ、上行こっか。で、上に代入すると、2a でしょ？で、マイナス b のとこにこれ入れるから、プラス5分の3イコール1。5分の3、こっちに持ってくると、マイナス5分の3です。で、これが5分の5なんで、くっつけると、5分の2になる。で、両辺2で割ると、これが約分されるから、a イコール5分の1。つまり、a イコール5分の1と、b イコールマイナス5分の3と、なんか幅が広くなっちゃったけど、となって、これで終了となります。まあ最初にも話したように、途中式をちゃんと書くんだったらこう書いてください。片方の答えを文字を使っておきます。で、もう片方は入れ替わりましたよねってこう書く。で、それを入れて、まあ、s と t、まあ、s と t と a と b の式になって、まあやること同じなんですけど、こうやってやって、まず s と t を求めますと、まあこうなるからね、出てくるから。
で、それを入れて残った式で AB を解くっていうか、2回連立を解く形になるんですけど、まあ、そんな感じで、ぜひね、やってみてください。では、今回は中学校2年生の教科書2章テスト対策やらせていただきました。今回も最後までね、ご視聴いただきありがとうございました。で、次回もまあ引き続きね、まず、連立方程式の単元でね、取っていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。